志田さん、お疲れ様でした。今日は、まあ、新田さんが1枠で、まあ、枠もいい中で後ろ中段からになりましたけども、まあ、どういうふうな組み立てを考えられたでしょうか。まあ、この並びとしては後ろ中段が良かったので良かったんですけど、後ろが真っ直ぐになるのは少し考えてなくて、どっちかというと体勢かな、はい、まあ、後ろになった真っ直ぐがいて抑えられて、結構まあ長いこと出したので、まあ、もう引けないところでしたし、前の動き回ってから仕掛けてもいいかなと思ったんですけど、リソトニーの後ろ中段ってことは、まあ、大勢選手が切った上を叩いて先行するっていうのが、まあ、一番の組み立てだったっていう形だったんですかね。そうです、まあ、それでやっぱりみんな中段を切るし、踏み合いになってくれれば自分のかましおごろになったりもします。まあ、そんなに前出るペースでかけられます。どちらも対応できたかなと思って。じゃあ並びとかその道中のがちょっとイメージと違ってまくりになってしまったっていう感じってことですね。そうすると、そうですね、結構、いいところからかけられてしまったので、まずいかなと思ったんですけど、まあ、意外に伸びました。そうですね、バックが7番手あたりだったと思いますけど、まあ、それで、まあ、最後にまあ、ゴール前はもう横並びでしたけど、まあ、しっかりと雨の中でも伸びたなっていう。いやー、そうですね、NFC の仕上がりが良かったので、これからしっかり負けないように。また次の四日市、そして競輪祭ということですけど、どういう風に向かっていきたいっていうのはありますか。ああ、もう優勝だけ、はい、狙って。まくりも強いんだね。まくりも強いんだね。では、この後に向けて最後にファンの方にメッセージお願いします。